今回はですね、またパウダープリントシートを使って、オリジナルのプリントをしていきたいんですけども、淡い色の水彩画の表現を転写してみたいと思います。今回は、T シャツではなく、こういうキャンバス生地のこういう分厚い、バッグにされたいっていう声が多かったので、結構この厚めの生地にうまく転写できる方法を紹介したいと思います。前回もご紹介しましたが、こちらのパウダープリントシートは特殊な用紙が A4 サイズ3枚と、このパウダーも中に入っているセットです。反転で印刷します。今回このプリンター、使うプリンターはエプソンの PX049A というスキャナー付きのプリンターを使います。結構スーパーファインなのでゆっくりめに出てきますね。ついでにご紹介したいのがエプソンの PX105 っていうこっちのプリンターなんですけど、こっちは、スキャナーはついてないんですけども、まあ、同じ PX の、シリーズですね。でこっちも全色顔料インクプリンターです。でこのような結構淡い表現っていうのもしっかりできるっていうのが魅力的かなと思います。こういう細い線っていうのも粉が細かいので、しっかりこう生地の目の中に入っていくっていうような感じなので、こういうプリントっていうのはすごく得意ですね。逆に結構ベタとかこう濃い色が多いようなのだと、ちょっとブツブツとインクが弾いてしまうっていう傾向があるので、その時はちょっと色なんかを調整してもらうといいかなと思いますね。はい、出ました。こんな感じです。はい、かわいいですね。まだインク乾いてないので、こう絵に触らないようにしてください。ここからは転写作業なんですが、商品にこの A3 サイズの普通紙が含まれてますので、まずそれを広げて、今印刷したシートを、置きます。で先ほどのこのインクの汚れを先にちょっと切っておきます。後からでもいいんですけど、ちょっと手が汚れてしまうのを避けるために最初に切ります。はい、でここからホットメルトパウダーをだいたいこのシートの真ん中にざっくりこう適当に落とします。で線になるような感じで落とすと、粉が、この後つきやすいので、なるべくそれを意識してください。はい、でこのように両端を持ってもらって、ちょっとだけ上に上げて、こう髪をたゆませた状態で左右にこうさーっと A 全体に通します。で今は1回で全体にいったんですけど、ちょっとこの端っこのところとかギリギリまで印刷した場合とか、こうちゃんと端まで気をつけてムラなくつけてください。ここからこう裏に返して、この時もちゃんと絵に触らないように持ちながら、ここからしっかり叩きます。はい、こんな感じです。これでちょっとわからないぐらいうっすら付着してます。はい、これを置きまして、今下に落としたこの粉をまた袋に戻します。これはずっと再利用できます。でまず、アイロンですね、これを中温に、温めます。中温です。だいたい150度ぐらいですね。はい、でここからこのアイロンマットっていうものを使います。で必ずアイロン台ではなく、この硬い、頑丈な机で作業してください。中にこれを、今入れます。
この下に敷くんではなく、この中に入れるっていうところがポイントです。いきます。はい、で粉をまぶしたこのシートをまぶした方をこう下になるように置きます。でバラバラにこうやってもいいんですけど、今回はちょっとこのサイズの A4 サイズのままこのまま転写します。で、今シリコン紙上に重ねました。はい、これも商品についてます。でまずはこうアイロンでこういつものこうシワを伸ばすような感じで、こう放射状に滑らせて仮押さえをします。はい、でここからは、ちょっと圧力がかかりやすいように手前の方に持ってきて、ここからしっかりこうグッグッとこの両腕を伸ばして押し込むように、はい、このようにグッグッとだいたい5秒ずつぐらいでずらして押さえていきます。はい、だいたい全体をしっかり押さえたので、していきます。慎重に、ちょっとこれ難しめの生地なのでこうゆっくりめくってください。こうやって、あ、結構大丈夫ですね。この紙に絵柄がついてないか確認しながら慎重にめくります。大丈夫そうですね。薄すぎる色が少しだけ紙にあるんですけど、でも転写自体は、いいかなと思えるのでこのままいきます。あ、いい感じですね。こうやって左手をこう沿わせながらこうゆっくりめくってください。若干ですけどこういうのがあったので、ちょっとお見せするためにもちょっとやり直しを一回やります。はい、でまたこのさっきのアイロンマットを中に入れます。で今だいたい、そうですね、ここかここなので、いかなかったところが、まあ、重点的にここだけやればいいかなっていう感じなので、ちょっとここだけまた、まあもう5秒ぐらいでいいかなって感じですね。押さえます。はい、またちょっと待ちましょう。今度は1分も待たなくていいと思う。はい、じゃあちょっとこっちから剥がしてみますね。あ、ここもちょっとありましたね。なのでじゃあまたここを再プレスして完全に転写するようにします。はい、でそうこうしてるうちにもう冷めてるのでこのまま剥がします。はい、2回目のサイプレスのハートはどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。ちゃんと紙を戻してサイプレスしたので、はい、できました。はい、あっという間にこんなに可愛いプリントができました。今回の最大のポイントはこのアイロンマットをこのキャンバストートバッグの中に入れて
プリントしたっていうことですね。 T シャツなんかをプリントする時もちょっとしたこういう襟の段差なんかも少し影響してきますので、転写がうまくいかないっていうこともあるので、特にこういう あんまり気づかないようなこう段差とかがあったりするので、下に敷くんではなくてしっかりこの中に入れてください。プリント位置を高くしてもらうと、しっかり圧力がかかって転写がうまくいきます。いつも T シャツなんかにプリントするときは新聞紙とかの雑誌でも代用可能ですよって言ってるんですけども、こういうキャンバス生地とか分厚い素材、ちょっと凹凸があるようなものにされる場合にはこういうものがあるといいですので、しっかりこれを活用してプリントしてください。今回はパウダープリントシートでこのような、水彩画のデザインをキャンバス生地にプリントしました。はい、ありがとうございました。